ビニ・ライリーは、イギリスの音楽プロジェクト、ザ・ドゥルッティコラムのギタリスト、ボーカリスト、および作曲家。幼い頃より、ピアノの教育を受け、後にギターを弾くようになる。パンクバンド、エド・バンガーザ・ノーズベリーズおよび、V2 のギタリストとして、音楽活動を始めた。しかし、パンクバンドの大敗的かつ悲壮なあり方に疑問を持ち、しばらくバンド活動からは距離を置くことになる。 1978年、ファクトリーレコードのトニー・ウィルソン、アラン・イラズマスらの呼びかけにより、ザ・ドゥ・ルッティコラムを結成する。デーブ・ロー・ボサム、クリス・ジョイス、トニー・バウアーズ、そしてフィル・レインフォードをメンバーとして活動が始まるが、メンバーの足並みが揃わず、またビニ自身が、それは馬鹿げた思いだったかもしれないけれど、僕自身がバンドのすべてをコントロールしていたかったし、 奇妙なことをしたいと強く思っていたと述べるように、固定メンバーによる活動は不可能であった。結局、ビニーは彼自身のソロプロジェクトとして、その活動を継続することとなる。1980年にデビューアルバム、ザ・リターン・オブ・ザ・ドゥルッティコラムを発表し、その後、ブルース・ミッチェルを準メンバーに加え、現在まで活動している。ありがとうございます。